はい、それでは次の質問に移りたいと思います。今まで一番頑張ったこと、もしくは一番困難だったことで、その中でぶち当たった壁をどのように乗り越えてきたか、詳しく教えてください。はい、私が高校生活の中で一番困難だったことはカンボジアのインターンシップです。私は高校2年生の夏にカンボジアにインターンシップ生として訪れました。現地では観光客と現地の方の交流の場を設けるビジネスを行いました。その収益の得方として、スカイバーに私たちが現地の方や観光客を呼び込み、その収益の 10% をいただくというものでした。異国の地ということもあり、言葉も通じないという壁にぶち当たりましたが、グループ内で情報共有を重ね、無事にその壁を乗り越えることができました。以上です。